街道50年記念北海道博覧会は、1918年8月1日から9月19日まで開かれた地方博覧会。1913年に新聞雑誌記者による組織、札幌記者クラブにて1918年の街道を50年の記念行事として記念祭、博覧会、北海道紙編さんが立案されたことに橋を発する。12月11日には、 中村純九郎北海道長官へ申し入れを行い1915年度予算編成にて記念事業調査予算を計上すると回答。1915年に同会での協賛を経て翌年度以降4か年の継続予算で博覧会の開催を決定。北海道開拓開始50年目を祝賀すべく開拓の経過や植産振興や道路交通。 経済の現況や成果を全国に紹介し、今後の発展を図ることを目的とした。第1会場は、札幌区の中島公園で、教育、農業、園芸、林業、工業、機関などの展示館が建てられた。第2会場の札幌駅前通りには、工業館、第3会場の小樽区には、水族館が設けられた。建物の総数は57棟。 出品点数2万1000点余りで、朝鮮、カラフト、台湾を含め1万1000点以上の出品があった。またその総予算は57万円を計上していた。東京、大阪以外の地方博覧会としては、かつて見られなかった大規模なものと言われるが、それだけに博覧会景気も空前の好景気となった。観覧者総数は142万3661人に、 達し、高水小学校、西創生小学校を当てた共同宿泊所は約2万2千人が利用した。また、外国人招致を視野に、鉄道院発行のツーリズム1918年5月号で、北海道特集が組まれ、セミ、センテにあるエキシビジョンとして紹介された。ABCDEFGH 札幌館は、大正7年の博覧会と札幌の都市、 札幌市公文書館札幌市編集委員会編札幌市市第3巻文化社会編札幌市1958年札幌市教育委員会編新札幌市市第4巻札幌市1997年 ABC 街道50年博覧会河北新報1918年8月3日ありがとうございます